皆さんこんにちは。こんにちは。8月13日木曜日、名古屋のファンミーティングが迫ってまいりました、はい。名古屋駅からも非常にアクセスのいい場所の、名古屋市公会堂で開催されます、はい。こちらのイベント、今回の動画は、はい。入場期待という方、入場に関するお知らせの動画でございます。はい。ちょっとですね、いろいろ当日、まあ、暑いでしょうというところで、もともとのオペレーションがかなり複雑だったので簡単にしました。はい。もともとのやつだと、まず物販したい人、コスケスーペンが欲しい人が列作り、無料イベント前の方から座りたいっていう人が早めに列を作り、有料イベントに参加する人は席を指定するために列を作り、うん、こんな暑い中3列はちょっと大変なんじゃないかと。でかつオペレーションも大変だということですね。ちょっと一本化しましたというお知らせです。簡略化です、はい。でかつあまり並ばなくて済む方法です。お、はい。でそれを説明するのでちょっと分かりづらいよっていうのがあったら村井さんの方からツッコみます。ツッコミをください。皆さん一緒に聞きましょう、はい。まず、この日、8時に開場します。朝8時、はい。で物販が始まるのは9時のままです。そこは変更なしです、うん。で8時の時点でもうその時点で来ている人バーって列1列になってもらいます。物販をしたいっていう人も無料イベントに参加したいっていう人も有料イベントのチケットを事前に買ったから席を指定したいっていう人もパスマーケットの人も全員も1列ワンウェイワンウェイになってもらって、うん、ワンウェイになってもらって、うん、前の人から前にねこうスタッフが3人いるんですよ、はい。ポンポンポンって立ってで1人目のスタッフ1が無料イベント の入場整理券を持ってます。うん。でこの時は前の席から順番にこう席指定されたこうイベントの座るチケットをその人がくれますと。なんで無料イベントに参加したくないっていう人はその人はスルーしてください。うん。参加したいっていう人は前の人から順番にその券をもらってってください、うん。で次2人目の資格が物販の整理券というのを持ってます、はい。でこれは物販もともと列を並んで前からさばくっていう話だったんですけど、さばくって言い方悪いですね、こう前の人から購入するっていう話だったんですけど今日なんか切れてる、切れ切れだね物販がその30分ごとにこうお客さんを分ける、あなたはこの時間に来てください、あなたはこの時間に来てくださいっていう感じで分けた方がいいでしょうと。そしたらずっと物販のために3時間並ぶとかないんで、っていう感じで物販の整理券を2人目の資格が持ってます、うん。なんでだから買いたい人はその人から受け取ってください。そうです、はいはいはい。物販マンね。そうです、物販マンがいます。で3人目がコスケスーペンの購入整理券を持ってます。ほうほう。なんでコスケスーペンも欲しいっていう人は3人目の人からこれをもらってください。うん。でここは予定通りとか前のアナウンス通り先着200枚、うん、変わりませんと、はい、っていう感じです、うん。でそこで、有料チケット事前にEC サイトで買ったチケットを持ってる人、夜のファンミーティング用のチケットですね、はい。でそれを持ってる人は席指定のところに案内されます。ちょっとまた場所がちょっとだけ離れるんですけど、それはスタッフの人が案内をします。なんで全員1列になると。でかつ整理券を受け取ったら、例えば無料イベントのチケットも手に入れた、物販のチケットも手に入れたっていう人はとりあえず物販はその書いてある時間まではどこにいてもいいと。で無料イベントもその席がもうその時点で決まってるんで、早く行って並ぶっていう必要もない。なんでも朝この整理券を手に入れたらあとはもううろうろできると、そういう変更です。なるほど。その資格たち、無料イベントマンと、はい、無料イベントの整理券を配ってる無料イベントマン、はい、物販の整理券を配ってる物販整理券マン、あ、名前変わっとる、はい。でコスケスーペンマン、はい、その3人はその1列の列に対してこうやって先頭にいます。並んでるんだ、先頭にいます、列の先頭にいるので、前の人はその分かりやすい3人全員とこう物販とか書いてある、用意します。目で見れば分かる、目で見て分かるようにします。でというか、まあ、全員多分その1人ずつ話はすると思うんで、はいはい、いりますかいりますかいりますかみたいな感じで。なるほど。これをスルーしてしまうということはまずないです。分かりやすくしておきます。 OK です。というのが一つ目の変更、これ分かりやすいですよね、はい、うんうん。でもう一つがうちはこれ、はい、これもともと多分どう配布しますかっていうのはちゃんと説明してなかったと思うんですけど、3000枚用意したので、おそらくほぼ全員おそらく全員配れると思うんですけど、これをなんかバーって置いときます。おなんでご自由にお取りください的な感じになります。おお、1人1枚でスタッフがいるので1人1枚なんかバーッと取っていってください。で具体的な場所はまだ決まってないんですけど、分かりやすくしておきます。来た人は必ず分かるようにしておくので、これでうちわをもらってください、はい。というのが2つ目、うん。で、3つ目、うん、これ今回のコスケスーペンの新色、はい、プラチナ
これシルバーゴールドって言ってたんですけど、プラチナっていう名前になっているみたいです。ほうほう。でこれはあのさっきもあったんですけど、その3人目の資格がコスケスーペの購入整理券を持っているので、その人から整理券をもらった人だけが買えます。変更点は特にないです。名前ですね。名前がコスケスーペンプラチナになりましたって書いてあります。はい、 OK、はい、流して OK。 はい、 OK です。で、クッキー、うん、これが今までの案内だと会場限定販売ってなってたんですけど、あのこれが会場先行発売だそうです。なんで多分会場で買えなかった、もし買えなかったっていう人もそれ以降多分 EC サイトとかで販売されるのかな、多分そういう話だと思います。でこれは食べてもいいですよって言われてるんで、はい、どうぞ。あ、じゃあありがとうございます。はい、以上です。はい、質問。はい、無料のイベント昼の部ですよね。あ、はい、ちなみに皆さん、あの昼の部、夜の部、それぞれあのタイムスケジュール、公開されております、はい、あの概要欄にリンク入れておきますので、どうぞそちらからチェックください。別の動画で私とミックスが紹介してます、はい、無料イベントの12時から5時だよね。はい、そうです。この5時間のイベントは整理券を持った人が入るわけじゃないですか。はい、途中で帰ったりとか。帰る。あ、はい、大丈夫です。2時間見て帰るとか、はい、は問題ないんだよね。問題ないです。でこのその場合席空いちゃうよね。空いちゃいます。それはで、それはいろいろ検討したんです。席空いちゃうの寂しいねと、うんうん、寂しいねということもいろいろ検討したんですけど、じゃあその席が空いたっていう判断が難しいですね。分かんないよね。その自分は例えばトイレに行くためにちょっとした荷物をポンって置いてその席を立ったつもりが、スタッフないしその入ってきたお客さんがこの席空いてると思って座ってたらすごい悲しいじゃないですか。悲しい。どっちを取りましょうと。席がポツポツ空いてしまう悲しさを取るか、その不慮の事故で席を失うお客さんの悲しさを取るかって言ったら、まあそれは後者でしょうということで、席が空くのはやむなしという判断でございます。なるほど。ってことはその無料イベントはなんか入れ替え制とかそういうことはなく。ないです。とにかくその整理券を持ってる人しか入れない。そうです。要するに2000人のタイミングで入場制限がかかって。そうです。それ以降はもう整理券はかかりません。だからもう閉まっちゃうんだ、扉は。はい、そうです。あ、扉は開いているかもしれないんですけど、整理券を持っている人しか入れず、その整理券は発行しませんという感じです。っていうことですね。はい。なので、まあ2000なんで、結構頑張ってます。OK でございます。はい。あと質問は、でも逆に安心できるね。整理券さえ持ってれば。そうですね、持ってる。もう私はこの席っていうのが、その席の指定券であるので、もし誰かが座ってたら、もう、ほら。こうレアワイヤーで、そうですっていう感じで効力あるんで OK です。はい、他に質問は、あとあれだ、はい、はい、当日地方から来る人とかもいると思うんですけど、はい、その朝の段階で例えば行列がどれぐらいできてますよとか、はい、あの見込みでもう多分整理券なくなりそうです、みたいなアナウンスは、はい、どこからしますか。私のツイッターからします。村井さんのツイッターアカウントからします。 OK です。でその判断は最速で行います。なんかもう見込みが立った時点でその可能性とかのタイミングで、ね、はい、朝10時に大阪を出ると名古屋には、はい、まあ12時には着く、はい、ステージイベントは12時開始だからって言って10時に大阪を出ようっていう人たちが、はい、私のツイッターを見ていってなんか逐一のアナウンスに対して判断ができるということで意味ある。そうですね、また乗っちゃって2時間で途中でこう締め切りだってアナウンスが入る可能性もありますけれども。そうですね、先頭から整理券配っていくじゃないですか、うん、でその整理券が、あ、もうないわっていうタイミングでツイートするっていう話ではなくて、もうほぼなくなりそうです。並び列の長さとかその辺を見て早めに判断してツイートするので、そこは大丈夫かなと。で村井さんのアカウントからツイートします。はい、OK です。あとはロケハン行った、はい、現地ってなんかコンビニとかあります。飲み物とか結構買える系。買えます、ファミリーマートとかローソンが会場の周りにあるので飲み物はそこで買えるんですけど、まあ、さらに持ってきた方がいいよね。もちろん持ってきていただいた方がありがたいですし、うちの方でですね今水を用意してまして、1500本いや2000本かな、2000本多分水を用意しているので。マジで。それを、はい、お配りします。はい、了解。はい、ただ多分ぬるいです。すいません、2000本入る冷蔵庫を用意するのが難しくてですね。ぬるま湯です。まあ湯ではないと思うんですけど結構ぬるいと思います。それでもないよりはマシぐらいの気持ちで思っておいてください。湯ではないです。はい、
あとなんかあるかな。あ、当日券あります。あ、そうですね、当日券ちょっと複雑なんですけど、あ、冒頭に言いたかったことを忘れてました。あの、ありがたいことにですね、事前チケット完売してます。おー、先ほど。ありがとうございます。非常にありがたいです。結構すごいことだと思うんですけど、すごいよね。1300枚ちょっとかな。パスマーケットとかそのもろもろ抜いて、多分関係者席抜いて1300枚売り出しておりました、はい、完売しておりますが、当日券も少しだけあります。で、当日券2種類あって、1つはあの500円の当日券で、これはチェキ会には参加できません、うんうん、で、席もあの3階席の後ろにある超狭い席です。なので本当は多分あの売らないような席なんですけど、もうそれでもいいから見たいっていう人はこの当日券500円のチケットを買ってください。夜の部の話ですよ。そうです、はい、で、事前チケットと同じ1500円のチェキ会にも参加できるチケットもあのちょっとだけ用意してます。これは70枚ちょっとかなと思うんですけど、ちょっとだけこれも当日用意しているので、あの EC サイトで買えなかったっていう人は当日これを狙うというのもありかと思います。はいはい、で、いいかな。はいはい、多分他に大丈夫かな。大丈夫ですかね。大丈夫か。逆に質問があったら、あのこの動画のコメントに書いてもらったら、それを拾ってあの名古屋のまとめページに Q&A っていうのがあるので、そこにあの答えを書いておきます。はい、なのでコメントで質問していただいても OK です。 OK です。はい、質問あった。はいはい、家族連れで来ました。はい、お父さん、お母さん、息子、息子、はい、4人家族、整理券が、はい、4枚欲しい。はい、お父さん並んできて、私たちそこでアイス食べてるからって言われたお父さんがいたとしたら、ええ、そのお父さんはどうしたらいい。そのお父さんどうしたらいいの。基本的には1人、基本1枚だよね。無料のイベントの整理券は1人1枚。そうですね、なんで申し訳ないんですけど、お子さんも。で、ただその整理券の列って、整理券渡したらどんどんなくなっていくの で、 もう収束で、ね、すごいスピードで履けるので、そんなに来るかどう、来るかもらうかだよね。そうです、もう来たらもらってすぐパッていなくなるんで、その1時間待つってことはまずないです。どれだけ多分長くても20分30分とかだと思うので、はい、ご安心くださいということです、ね、お一人様1枚でお願いします。 OK です。はい、物販はかねてからいろいろ紹介してますけど、いろんなグッズ、会場限定のものも含めてありますし、はい、発表していないちょっとサプライズもありますので。そうですね、結構ツイッターとかで、あのどれぐらいお金持ってったらいいんですかみたいな、なんかあの、はい、問い合わせも来るんですよ。あのやっぱり欲しいもの全部事前に知っといてお金持ってきたいから、全部発表してくれっていう人も問い合わせも結構いただくんですけど、残念ながらちょっとね、企業と企業の話とかいろいろな発表もあってですね、言えないのもあるんですよ。そうですね、なので思ってるお金のプラス1500円ぐらい。ああ、1500円。1000円か1500円ぐらい。妥当なラインですね。で、十分です。あのサプライズはそれで買えます。そんなに高価なものではないですね。うん。うん、むしろ2つ買えるかもしれない。そうですね。1000円あれば2つは買えるかな。多分ね。なので、それだけちょっと多めに持ってきてください。はい、そうすると、吉。そうですね。夜も次の日の。今夏休み中もう結構言っちゃってます。次の日も美味しい思いができるかも。もう結構言っちゃってます、ね、安心してくれ。当てられそうですが、当たらない。はいはい、では以上ですね。はいはい、では皆様本日は以上でございます。8月13日名古屋市公会堂ファンミーティング、皆様のご来場お待ちしております。お待ちしております。よろしくお願いします。さよなら。皆様ご視聴ありがとうございました。マックス村井チャンネル、チャンネル登録がお済みではない方はぜひともチャンネル登録をよろしくお願いいたします。いろんな動画がありますのでぜひとも楽しんでください。以上、北海道の、吹き出し公園からお届けいたしました。さよなら。